美味しい。うまいな。はい、10時26分ですね。立科山7合目登山口から行きましょう。はい、こちらカンパパです。今日はね、まあ4週連続になっちゃったけど、八ヶ岳連峰の一番北、立科山に来てます。まあ今から登るんですけど、この7合目駐車場は混むね。非常に多くの車で賑わってます。はい、ここからね、どれぐらいだっけかな、そんなに時間かかんないと思うんですが、はい、ゆっくりゆっくり登っていきたいと思います。はい、スタートしてね、まあ、10分も経ってないんですけど、ずっとこんな感じの、まあ、緩い勾配の山道を登っていくようですね。いや、もう疲れちゃったよ。暑いね。はい、10時40分、馬返しですね。でこっからね、コースタイムだと1時間ちょいぐらいで、稜線に出る、おっと、予定になってます。気をつけていきましょう。はい、ちょっとずつね、勾配がきつくなってきました。でもね、やっぱり来たやつだけあって、こう苔の森ですね、素晴らしいと思います。熱々、暑いね、長いね、この、この川のような道は。いや、結構勾配がついてきたね。はっきり言ってね、地味にきついですか。いや、ずーっと登りっぱなしだもんね。きつかった。天狗の路地、はい、11時56分、はい、おお
いや、400円になる。高級アイスじゃん。高級アイス、ね、400円とアンパン贅沢します。いただきます。あら、かさ、うん、美味しい。はい、12時8分立石の山荘を出てですね、山頂に向かいます。ここで半分ぐらいなんですかね。こっからきついですからね。いいよ。まだまだだよ。いや、心が折れそう。まだ半分でしょ。半分ちょい過ぎぐらい、うん、おお、晴れた晴れた、雲海が。いや、明るくなってきたよ。おお、よく見えない。頂上5分。いやー、すごいね。はい、山頂ヒットです。頂上は少しです。あ、八ヶ岳。
足がぐらついてるから危ない。最後骨折が来たね。はい、行きます。私は三角点に縁があるね。一面ゴロゴロ。まあね、ソフトボールはできるね。ゴロゴロだけど。はい、せっかくなんでね、山頂知ってで名刺を食おうと思います。よいしょ。はい、1時31分ですね。いやね、ちゃんぽんめちゃくちゃうまかった。まあ山頂はね、あんな感じ、殺風景で、今日ね、雲で展望がなかったんで、あんまり頂上面白くなかったんですけど、頂上ひゅってで食べたちゃんぽんがですね、めちゃくちゃ美味しくて、でしかも麺だってね、太いんだけどシコシコツルツルでね、すごく良かった。西穂山荘じゃないけど、ラーメンを食べにね、食べるっていう目的で行ってもいいかもしれません。はい、こちら側ね、展望が開けてます。あの北アルプスの方はね、見えなくなっちゃってますね。七合目登山口に降りてきました。車ももうないね、あんまり、うん、はい、じゃ車まで戻ります。今日はですね、ものすごく前から行こう行こうと思っててね、なぜか行ってなかった立品なんですが、まあ、事前情報でいろいろゴロゴロ岩の急登があるとか、まあそういった情報は得ていたんですが、まあ、実際歩いてみるとかなり急登ですね。もうこの年で登るからきついっていうのもあるんだけど、めっちゃくちゃ疲れましたが、とてもいい山登りでした。はい、最後まで見ていただいてありがとうございます。